新流行り紙続きをやっていきます。前回は、関本が、こちらの留置場に搬送されて、徳良家のこの3人が、尋問というかちょっといろいろ関本に話を聞いてる聞き始めたところまでやって、電話がかかってきたのでっていう感じだね。電話がかかってきたそこの留置所にっていうところからやっていきます。はいはい、こちら留置所ですが、話聞いてんのかよこのハゲ。うん、はいはい、ほうほう。黒田課長はさりげなく風森さんの追及をかわしてみせた。ああ、そうですか。いや、ご苦労様。今から戻るからオフィスでってことで。いつも悪いね、今度おごるから。鑑識からだよ。会社から新発見があったって。身元分かったかな、殺された人の。お、捜査室。留置所から私たちの本拠地、特殊警ら課に戻った時、お目当ての人物は先に到着していた。お、可愛い子が出てきた。橘美鈴。相変わらずむさ苦しい場所ね。何度来てもうんざり。まるでば松ね。そんないいからすんなよ。それに今さらそんなやじは聞き飽きた。なら窓すらない窓際部署ってのはどう？彼女の名前は橘美鈴。私の同期、警察学校からの馴染みだ。所属は S 県警鑑識課現場鑑識第一係、現場鑑識担当。私たちの同期組の中では抜群の成績で着任した。結構優秀な子ってことだね。本来なら県警に席を置いているのだが、C 村文書で発生した例の事件でここに身を寄せている。デカミ、さっさとこんな部署から抜けた方がいいわよ。ここにいたってキャリアの邪魔でしょ。ああ、君は遠慮というものがないな。風森くんとも馬が合いそうだし、うちに移籍しないか。遠慮しておきます黒田部長。微粒子片から真相を探る鑑識業務を愛しておりますので。それに徳良家への情報提供は同期のよしみでやっているだけです。ご了承ください。でもこのおなごみすずはツンツンしてるけどいいやつだな。絶対いいやつだわ。このあの 前髪が横に流れてる感じがいいやつだわ。くーって厳しいね。でも嫌いじゃないよ。このストレートな物言いは正直に言うと得意じゃない。だけど悪意がないのだけは分かっている。ただ彼女は相手を気遣って時間を浪費するのを好まないだけだ。みすず、それぐらいで勘弁してよ。本題に戻りましょう。入りましょう。会社からの新発見って何？身元がほぼ割れたの。そう言って彼女は書類を机の上に広げた。おお、身元が分かった。被害者の名前は田村幸太郎、35歳。何ですかこの字は。林の下に鹿がいますね。林鹿の市、市街地にある都市銀行の営業マンよ。現在捜査一課が裏を取りに行ってるけど、おお、科捜研の女かお前は。取りに行ってるけどほぼ間違いないでしょう。念のため会社の DNA を科捜研で鑑定中よ。お、科捜研知ってる、聞いたことある。科捜研、科学捜査研究所の略称。日本の各都道府県警察本部の刑事部に設置される公的研究機関であり、鑑識課とは別物。そうなんだ。鑑識の人じゃないんだ、科捜研って。
その業務分野は多岐にわたり、犯罪現場に残された血液、体液、毛髪、骨などの鑑定や覚醒剤、麻薬、シンナーなどの科学的検査、放火、ひき逃げ、発砲事件などの、再現実験による要因研究、究明、原因究明、偽造紙幣、パスポートなどの文書の鑑定からポリグラフ検査による犯罪関係者の心理解析など様々。すごいね、科捜研って。科捜研かっこいいじゃん、科捜研の女って。はい、よくわかったわね。全裸の会社はハスラ抜かれて身元特定は不可能だったはずじゃ。鑑識を舐めてもらっちゃ困るわよ。私たちは徹底的に突き詰めるの。決め手は採取することができたナノレベルの繊維。ナノレベルの繊維、それが彼の爪の間から検出されたの。それを色量分析機にかけたところ、ある特徴があったのよ。特徴？どんな？その繊維は一般的では入手できないものが使われていた。データをもとに保有しているデータを調べたら、あるものと一致したの。何だと思う？私たちはただキョトンとするしかなかった。それは彼女も分かりきっていた。ミスズはただ私たちに分からないって言わせたいのだまあ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 、プライドもあるだろうしな。女のプライドってちょっとめんどくせえけんな。紙幣の真剣をまとめる帯、帯風、帯刀。あー、紙幣って例えばあれだよね、100万とかっていう時にこう巻いてある紙のことか。これは日本銀行で使用されているものと市中銀行のものとは素材が違うの。その帯刀を取り扱うのも限られているでしょ。だから銀行関係をしらみつぶしに当たったわけ。そうしたら外傷の特徴にドンピシャな人物が浮かび上がってきたってわけか。よくそんなもんを見つけられたな。どんなに小さいものでも物証さえあれば、鑑定できる。今回みたいね。ミスズは鼻を鳴らして得意そうだ。被害者の身元が特定できずに、軟着していた状況を打破できて、さぞかし彼女はカタルーシスを得ているのことだろう。カタルーシスで、カタルーシス、お前はそういう姿勢でカタルーシス。はい、じゃあ今後は被害者の周辺の洗い出しに捜査が移るのね。そういうことになるな。こりゃ関本の出番はなさそうだ。いや、そんな簡単にいかないのかもしれません。どういうことだ、目川。確かに関本はまだこれから被害者が増える可能性を自主していました。ついさっき彼の思わせぶりな発言にイラついた一連の出来事を思い出す。もしかしたら彼はまだ何か情報を隠し持っているのかも。あれ、随分と奴の肩を持つじゃないか。関本とはさっきかなり喧嘩したくせに。黒田課長に矛盾をつかれてぐっと腹部に重いものを感じる。大丈夫？便秘かな？ちょっと。確かに彼の言動で私は憤りを感じたのは事実だ。それはそうですが、それとこれとは別です。可能性として新たな犯行を匂わせているのならば、予防的対処が可能ならなのは私たちだけでは。捜査体制の夫人の中、夫人の中心である捜査一課は被害者田村さんに関することだけで手一杯だ。だとするならば、今後の可能性に着手できる余裕があるのは私たち徳良家だけとなる。もし空振りだとしてもそれでいい。それで被害者が生まれなければ。もういい心持ちだよ、デカミ。例の殺人犯ね。だったら彼から何か引き出さないと。今回の情報を出すか出さないかは任せるけど。正直やつに変なことを吹き込めたくないな。あれは相当な変人だぞ。ちなみにその地下牢の悪魔はなんて？
地下牢の悪魔、キーワード。この事件の犯人は都市伝説で有名なブラインドマンの仕業だって。はぁ、何それ、完全にバカにされてるじゃないの。しっかりしなさいよ、徳良か。返す言葉もない。やはり関本は私たちをバカにしているだけなのか、それとも他に重要情報を握っているのか。その駆け引きとしてみすずが持ってきてくれた情報を使うのは有効な手かもしれない。やっぱりね、情報を引き出すためにはこっちの情報も全部隠さず与えた方がいいと思うよ。しかし関本とみすずを引き合わせるのは得策とは言えない。あーかもね。いやでも何気に話す、なんかあれじゃないの、いいような気もするんだけどな、化学反応みたいな。この二人相性があまり良くないのかも、と私の直感が訴えるのだ。あー、これはいいね。時間がないのはいいね。関本に会いに行く、その必要はない。彼に興味はある？会いに行った方がいいんじゃない？なんかそんな気がするけど。うん。やはり関本に会いに行こう。何か新情報を得られるかもしれない。その期待を込めて私たちは再び留置所に向かった。うん、絶対会って方がいいと思うな。はい、CM です。CM 一旦ここ入りましたよ。はい、CM 開けました。はい、口元。関本のね。ちなみに、これは、この口元は関本。おや、戻りが早いな。私のことが嫌いじゃないのか？個人的な感情と仕事は別です。必要だから会いに来ただけですから。ふん、まあいい。その人は？君も吹き溜まり部署の一員か？はじめまして。鑑識課の立花と言います。新天地の檻の中はどう？なかなか悪くない。東京拘置所は、君みたいな女性と会う機会はなかったからな。それだけでも夢心地だよ。みすず、気をつけて。口だけはうまいんだから。わかってるって。さて、君に聞きたいんだけど、シームラの犯人はブラインドマンなんだって？ああ、そうだが。ついさっき、私たちは被害者の身元の特定ができたの。あなたはそのブラインドマンの正体はわかる？何が言いたいのかよくわからないが。また戦うかな、これ。ほんと、ミスズと関本で戦うが言いそうじゃない？ミスズの口の端に笑みが浮かんだ。彼女が笑うときは必ず相手に何かをけしかけるときだ。なんだか嫌な予感がする。いやー、これ、けしかけてけしかけられてみたいな、けしかけ大戦争じゃないこれ。なんだけしかけ大戦争って。私の仕事は、現場に残された遺留品を特定することと言ってもいい。あなたのような根も葉もない話で仕事をしてないってこと。噂じゃ、殺人事件の被害者は生まれない。おい、おい、目が。なんかやばい雰囲気じゃないか？え、ごめん、そう？そう、大丈夫だと思う、まだ。まだ大丈夫だと思ってるけど。風森さんが不安そうに耳打ちしてきた。みすずは職務上根拠のないオカルトを毛嫌いしているのを今更思い出した。適当なところで切り上げないと面倒なことになってしまいそうだ。いや、言うても関本のがね、一枚上手だと思うから、そこはなんかこう、うまいことあしらってくれると思うんだけど。逆にね。みすず、これぐらいでいいかな？あなたも仕事が溜まってるんでしょ？だが、時として根拠のない噂は人を不安に陥れて、強行に走らせることもある。私は自分が無意味な存在だとは思っていないよ。つまり、この事件では、でっち上げが生み出した人外の存在によって引き起こされたものだと？ダメだ。みすずのハートに火がついた。風森さんの指摘通り、なかなかやばい方向に向かって突き進んでいるのは明らかだ。でもこの二人の討論は意味がある気がするけどね。このみすずと関本の討論は。人外だなんて。ただ、オカルティズムを、むやみに否定するべきじゃないとは思うが。
確かにオカルトは非科学的、非現実的だと言われている。だが、それはオカルトを信奉してしまう背景や、心理的構造の科学的分解析を否定することにはならない。まあまあ、そうだな。いい？私たち警察は学問を追求したいわけじゃないの。あなたみたいな犯罪者と一緒にしないで。ああ、ちょっとそういう女はすぐこう感情的になるからいかんよ、ミスズ。君こそ物質至上主義の申し子はデータだけに満足して物事の本質を見落とす恐れがあるぞ。でもこれね、関本の言ってること結構ね、合ってるよ。そうなんだよ。そのデータだけで、やっぱ事件を起こしてるのは人だからね。言ってたよ。踊る大捜査線の、映画で小泉今日子が、なんか、人が事件を起こすんじゃない。事件が人を起こすんだって言ってたよ。言ってたよ。ねえ、言ってたよ。はい、そこまで。もういいでしょ。これ以上彼を刺激しないで。あら、私はそんなつもりはないけど、ただ彼と議論をしただけよ。その通りだ。なかなか楽しかったよ。今回は途中で止められたけど、機会があればまたお願いするよ。ほら、やっぱ関本のが上手だし、この二人の討論には意味がある、絶対。ええ、こちらこそまたお願いするわね。二人はにっこりと微笑んだ。だが、それに、うすら寒さを感じたのは私だけじゃないだろう。はい、一旦 CM 入ります。はい、CM 開けます。ミスズは、じゃあ仕事に戻るから、と言って、鑑識課に戻った。入れ違いに捜査一課から応援要請が入った。目的は被害者である田村光太郎の関係者を署に連れてくることだ。ああ、被害者である殺されちゃった人の関係者を署に連れてくる。はははは。本来なら一課の捜査員が直接行くべきなのだが、そこまで手が回っていないようだ。あ、雑務、まあ、雑務でもないけどね、これ。ほどなく呼び出したい面々の情報が徳らかに寄せられた。私と風森さんはそのリストに記載されているものを迎えに行った。はい。お、何？また新しい人物。お忙しいのにご協力を感謝いたします。水瀬はるか。これ、長瀬って読みそう。でも、水瀬ね。水瀬さん。はるかさん。はい。お、みんな可愛いな。ここに出てくる女子は。おなごたちは。はい。私が何をしたんでしょうか。20代になったばかりの彼女が不安があるのは無理もない。これが殺された人の知り合いってことなんだよね。私はできるだけ彼女を不安がらせないように、温和な表情に努めた。こういう場所に来る機会もないと思うので不安になるのはわかります。今日はただお話を伺いたいだけです。お話ですか？はい。先日この村で殺人事件が起きたことは知っていますよね。その被害者田村光太郎さんについてお話を伺いたいんです。はい。でもどこで彼と私の関係を知ったんですか？何？彼女かな？悪いがそういうのは教えられないんだ。ただ頑張って足で稼いだってことで勘弁してくれ。はるかさんは警察の情報収集力に怯えているようだった。何か知っているのか？と妙に勘ぐりたくなる。それかちょっとなんか怪しい関係だったのかな？不倫関係とかそういうことだったのかな？さて本題に入ります。彼とはどこで知り合ったんですか？私が通っている大学です。知り合ったのは本当に偶然でした。文学部の事務室の前で偶然。事務所の方を探しているみたいで、何度かそこで会ううちに親しくなったんです。その事務員にはどんな用事があったのか何か聞いています？
なんでもローンの返済が滞っているとかで、督促のために通ってるとか。ああ、銀行員だからね。はいはいはい。田村さんはね。田村さんの督促はとにかく厳しいみたいで、かなりしつこくつきまとってたみたい。しまいにはその事務員さんは無断欠勤になっちゃったって。ああ、田村さんは仕事で通っていたんですね。あなたと田村さんはどんな関係だったんです？ぽい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 。単なる友人です。大学の友人は勘違いしていましたけど、あの、恋人とかそういうのじゃないです、絶対に。いや、嘘だろ。この否定の仕方はちょっとそういうこと、あれでしょ、一発二発でしょ、やつでしょ。実はそっちは、あ、なんか口が緩んだ。正直ちょっと怖いなって。ああ、だから結構借金を返して、そのローンとか、まあ督促に伺ったのだけど、結構厳しいって言ってたから、人に恨まれてる可能性はあるのか。田村さん、殺された田村さんはね。はるかさんは身をすくめた。その様子から田村さんにも被害を受ける一因があるんじゃないかと、邪推したくなる。怖いってどんなところが？あの人、なんていうか、そのスキンシップが激しいんです。ほら、やっぱり君あれだね、ちょっとやっちゃってんね、多分ね。慣れ慣れしいというか、彼を嫌いとかじゃないんですけど、好きあらば私の体に触ってきたり、恋人っぽく振る舞おうとするんです。ああ、逆にあれか、この人は別に好意を持っていなかったのに、向こうがって感じだったのか。ほんほんほん。そりゃあんたみたいな可愛い子ならそういうモーションを仕掛けるのはわかるよな。殴ったりしても？殴られたん？君それ被害届出して、あの、捜査すっから。あ、でもそうか、犯人死んでんのか、田村は。え？なんだって？殴ったりしてたんです。ねえ、これって DV ですよね？ DV とはドメスティックバイオレンスの 略称だ。一般的には家庭内暴力に対して用いられる言葉だ。近年では社会問題化し、その対処に警察が介入することも珍しいものではなくなってきた。はるかさんは私に救いを求めるように見つめてきた。その眼差しから相当悩んでいたのが見受けられる。ああ、そう、かわいそう。落ち着いて、はるかさん。失礼かもしれないけど、もうその心配はないのよ。でも、こんなに、なっちゃったんですよ。どんなに？何がどんなになっちゃったの？お腹が膨れてきて、あざ、わ、しかも首じゃん。うわー、これはひどくない？ちょっと。こいつは。普段は軽妙な語り口調の風森さんでも絶句してしまう。私たちの視界に飛び込んできたのは、未だ腫れの引かない生々しい青あざだった。相当だよ、このあざは。これ食い締められたとか？え、何？これを田村さんが？こくりと遥さんは力なくうなずいた。瞳に涙をにじませている。遥さんが髪で必死に隠していたのもうなずける。あー、それウィッグかい？ウィッグをわざわざかい？もしかして。え、そんな暴力的な人だった？田村さん、はるかさん、大変でしたね。お気持ちはよくわかります。確かにそんなことをされたら憤りを感じるのはもっともです。仮に私が同じ目にあったとしたら。あ、なに？刑事告訴ものです。復讐をするでしょう。復讐はせんやろ。いや、こっちでしょ。これで復讐、こいつ犯人にしたい？これ。いや、復讐をするでしょうはないな、こっちだな。単純に勇気を出したところでそんなことにはならない。仮に私が同じ目にあったとしたら刑事告訴ものです。
ですよね。よかった。刑事さんも同じ思いで。あの、今から被害届は出せますか？いや、出してもさ。残念だが、訴えたい相手、田村はもう死んでる。被害者死亡でも告訴はできるが、田村からの心からの謝罪はない。大変同情するが、それであんたが救われるわけじゃない。まあそうだな。あ、目が見開いたよ。何はって。なんで？この人もしかしてさ、田村が殺されたこと知らんのじゃない？うん、絶対そうだ。はるかさんは唇をかみしめながら机を叩いた。おそらく今まで抑え込んでいた感情が噴出したのだろう。その心情には心から同情するしかない。だが同時にある疑念が湧いてきた。はるかさんにも田村さんを殺害するに値する十分な動機が存在すると。確かにそうなんだけど、それをだから復讐という動機はちょっとあるけど、可愛いからな、この子。騙されたいよね。犯人だとしても犯人じゃないってかばってあげたくなっちゃうよね、ちょっと。あんだけ暴力受けてたら。はるかさん、もう少し詳しく教えてください。被害者の田村さんが殺された時刻ですが、あなたはどこにいましたか？え？どういう意味ですか？そのままの意味です。あなたはどこで何を？それを証明するものは？ちょっと待ってください。なんだか私、犯人みたいじゃないですか。そういうわけじゃありません。でもこれはきちんと確認しておかないと。私はやってません。それでいいでしょ？それを具体的に、具体的に言ってください。ほら、やっぱり私を疑ってる。違うんだって。そういう疑ってるとかじゃなくて、一応聞かなきゃいけないんだって。あのね、自分がやってないって言うんならば、それを証明しなきゃ。そうだろ？風森さんも私に加勢してくれた。できるだけ穏やかな口調だが、彼も私と同じ疑念を感じているようだ。なあ、教えてほしいんだ。あんたは田村が死んだ時、どこで何をしていたんだ？言いたくない。え、疑われちゃうよ。こっちそういうこと言ってっと疑ってかかっぞ。そういうこと言ってっと、可愛いからって何でも許されると思うな。はるかさん、それじゃあ自分で不利な状況に追い込んでることになりますよ。だから言いたくないって言ってるでしょ。ねえ、これって任意なんでしょ？だったらもう終わりにして。あんたは何を隠してるんだよ。なんでもない。絶対に私はやってない。だから早く返して。あ、出てた。出てた。何？突然のヒステリーを起こした彼女に私たちはお手上げとなるしかない。しまいには様子を見に来た黒田課長が、苦しぶの表情で聴取の取り上げを指示したため、私たちは仕方なく彼女を返すことにした。おー、はい、CM です。いった CM です。ちょっとさ、多分彼女は犯人ではないと思うんだけど、何かを隠していることは事実で、共犯者というか殺した犯人を知ってるんじゃないかな。犯人のヒントを、彼女が。そんな気がするんだけどな。手は汚してないとは思う、彼女はね。水瀬はるかはね。最初の一人でビンゴってか？風森くん、思い込みは捜査の風になりますよ。足風になりますよ。わかってるけどよ。でもいきなりブチ切れたんだぜ。しかもアリバイの提供拒否ときたもんだ。ありゃ、絶対何か知ってるに違いない。メガもそう思うよな。風森さんと同意見です。アルカさんは何か知ってると思います。
動機も存在している中、彼女が無関係とは思えません。おっさんはどう思うんだよ。うまくしたら俺たちの手がお手柄になるかもしれないんだぞ。まあまあ、そんなに焦ったってしょうがない。まだ聴取する人間を聴取する人間はいるんだ。それを聞いてから判断してもいいじゃないか。さあ、次のお客さんがさっきから待っているぞ。まるで定食屋の昼の営業が始まるかのような態度で黒田課長は私たちをせかした。次は誰だっけ？酒屋の大将だよ。あ、全然。酒屋の大将だよ。酒屋の大将？あいつか。何？一元さんじゃないのか？前もなんか事件起こしてんのか？なんか、会ったことあんのか？酒屋の大将。お、酒屋の大将来た。二人目の事情聴取は地元で酒蔵を営んでいる砂掘り正春。砂を掘ってるんだろうな、先祖は。先祖は砂を掘って生計を立ててたんだろうな。はい。ということで、一人目の聴取が終わったところで、今回はこの辺にして、次回は、砂を掘ってるでおなじみの砂掘正春さんからやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで。